選挙制度の問題で聞きたくて、日本の人口比率って70代以降の方がやっぱ比較的多いじゃないですか。その際に大阪都構想の時に、住民投票をした時に若者も投票してても高齢者の方が投票数が多いので、若者が投票しても若者の意見は通らないっていう選挙制度を問題視してて、それをどうすれば、どういう見方をされてますか。すいません。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、博多駅前お邪魔をいたしております。皆さんから直接ご質問をいただきます。どなたでもご発言いただけます。それに対して山本がお答えをする、そういった取り組みです。お時間ない方はどうか、チラシだけでもお手に取っていただければ幸いです。ご質問いただいた方ありがとうございます。これ選挙制度の問題なんじゃないか。高齢者の多く、意見が取り入れられる政治、一方で若い人たちの意見が取り入れられているようには思えないんだけど、というところの、ご疑問だと思います。ありがとうございます。もちろん選挙制度、これ、決していいものだとは思いません。例えばですけど、今の、例えば衆議院で小選挙区制度みたいなもの、これを考えれば、党からの公認をもらえなければ戦えない。一つの地域で一つの議席しかもらえないようなところでは、党の言うことは絶対、執行部には逆らえないんですね。そういった意味で、党の執行部が考えることに対しておかしいじゃないかって声が上げづらいんですよ。例えばですけれど、TPP ってありましたよね。TPP っていうのは、環太平洋、太平洋を取り巻く国々の間で自由な貿易協定を結ぼうっていう話なんですね。人、金、物、全部自由に行き来させよう。響きはいいけれども、結局これでその国々の主権まで奪われてしまうということに警鐘を鳴らしていたのが自民党でした。 TPP をやれば日本が破壊されると野党時代言い続けていたのに、政権交代をした途端に TPP 全力で推進になったんですね。ここに対して自民党議員がおかしいじゃないかって本当は言わなきゃいけないんですけど、みんな言うことを聞いて推進に傾いたんです。どうしてこういうことが生まれるか、もともと言ってたことと手のひら180度返すような政治姿勢を示さなきゃいけないのは、こういった小選挙区制度みたいなものも大きく関係してるんだろうと思います。一方で選挙制度云々の前の問題があると思うんです。それは何かっていうと、どの世代の人たちも政治に参加する、投票に行く、そういうような行動が活発に行われているならば、おそらく若い世代の意見というものももっと吸い上げられるような政治になってるでしょう。でも多くの人々が若いうちから政治に興味を持つような環境が作られていない。特に教育において丁寧に熱心に、この社会の作られ方であったりとか、あなたが持つ力、政治にどのような影響を与える存在なのかってことさえも教えられてない。要は若い世代の方が選挙行かないってことですよ。で、高齢者になればなるほど、年を重ねれば重ねるほど政治に対しても関心が生まれてきて、みんな投票行くようになってきて、皆さんどうですかね。私自身は自分自身で、政治に対して関心が持ったのは30代後半なんですよ。30代後半、まあ遅かったですよ。でも10代の時から政治に関心があって、何か活動をしたりとか、そういうような、私はシチュエーションではなかったです。おそらく多くの人々の中で目の前の生活だったりとか、自分が楽しむことだったりっていうことに精一杯で、政治を監視して政治を動かすっていうことを若い世代からやられ続けている方っていうのは決して多数派ではないんだろうなと思います。そんな中で人口の分布を見ていけば、当然人口が多い層っていうところがやはりターゲット層になるわけですよね、政治の側から見ると。ってなると、やはりその人口が多い世代、先ほどおっしゃった70代の方だったりってことですね。つまりは私たちロスジェネ世代の親世代ですよ。団塊の世代、ここがボリュームゾーンで、次は第二次ベビーブーム世代、私たちのような世代だから、そういう人口のボリュームゾーンがあるところは、やはり一定の票を集めて政治に対しての訴えってものがしやすい世代だと思うんですけど、でもなかなかリーチできてないと思うんです、私たちの40代世代も。だからここに対して選挙制度の問題なのかという話になるのかなって思うんです。出発点からこけちゃってないかってことです。
何かっつったら政治に対してアプローチをしていかなきゃいけないっていうのが私たちの責務なんだってこと。私たちの義務は何かっつったら政治を監視して社会を一部の者たちにコントロールさせないということをみんなの政治参加によって作り上げていくような社会を前に進めていかなきゃいけないってことなんじゃないかなって思います。ごめんなさい、ちょっとマイク持ってください。すいません。ああ、ちょっと頭で理解できてるか分かんないんですけど、令和さんとかそういう若者の意見を取り入れてくる党で、それでその党にその若者が投票してそれを反映させるってことなんですかね。ちょっと分かんないですね。 ありがとうございます。要は選挙権ある者たちはみんな選挙行った方がいいよってことです。じゃないと若い世代ほど政治に興味がないねっていうことになったら、その若い世代からの影響力っていうのは政治に対して弱くなっちゃうんですよ。政治に対して関心を持ってきて実際に政治を見るようになって、これがこうなればいいなとかいろんなことを考え出すのって行って落ち着いた世代から多くなっていくんですよね。それを考えるとやっぱりこれは教育っていう部分からやっぱりスタートしなきゃいけない部分もあるんだろうと。だから若い世代が特別不利になるような選挙制度なのかって言ったらそうじゃない。若い世代はやっぱり政治に関心が持てないようなシチュエーションじゃないですか。自分の人生だけで精一杯なんだから、まずは楽しむことも仕事のことも。一定落ち着いた世代になってきてからなんとなくもうちょっと視野が広がって社会のこと考えたりとか政治をウォッチしたりとかっていうような段階に入っていく。その時期がもっと早まっていけば、そしてその実際に投票行動に移していくっていう人たちが増えれば当然声は上がっていきますよね。